きます。晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝3200レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。メジロライアン注目株の馬娘だ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、メジロマックイーン。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番、15番、4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロライアン。さあ激しい先行争いで前に出たのは2番、15番、外から行く、少し離れて4番、さらに外からメジロマックイーン、そのうち並んで東海帝王、1馬身離れて10番、内から行く3番、少し後ろから11番、そのうち並んで1番、それを見るように12番、内からメジロライアン、その後から9番、その外並んで14番、さらには7番、さらに6番、その後ろ8番。第4コーナーカーブ2番、快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。現在1番手は15番、続きました2番、メジロマックイーン、3番手4番手4番、まずは1周目正面スタンド前に入った5番手には東海帝王、1馬身離れて10番、11番、追走、そしてその内を回って1番、1馬身差メジロライアン、1馬身離れて3番、1馬身差12番、1馬身離れて14番、2馬身3馬身開いて7番、その後ろに9番、その後ろから6番、2馬身3馬身開いて18番、後方2番手に8番、ポツンと1人16番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭は相変わらず2番、続いて15番、1馬身差メジロマックイーン、少し後ろから東海帝王、1馬身離れて10番、その外並んで4番、11番、並んできた、少し離れて1番、少し後ろからメジロライアン、2馬身3馬身開いて3番、2馬身離れて14番、1馬身差12番。1周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然として2番、2番手に外からメジロマックイーン、3番手東海帝王、そのうち並んで15番、それを見るようにメジロライアン、少し離れて10番、少し後ろから11番、少し離れて1番、1馬身離れて3番、残り 1000m を通過、そしてその後方には14番、少し後ろから4番、そしてその外から行ったのは7番、1馬身離れて18番、1馬身差12番、外から6番、そしてその後方には9番、少し後ろから8番、最後方16番。第4コーナーを進んで直線へ向かう馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まると、メジロライアン花を進むが、内から先頭を捉えるのはメジロマックイーン、残り400、最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはメジロライアン、余裕の走りだ、後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード、200を通過、取り下がるメジロマックイーン、メジロライアン主力を尽くした消耗戦、勝ったのはメジロライアン、2着はメジロマックイーン。ナイスマッスル、やりました。ただいま限定セール中ですよ。